ても素敵なものを拾って僕は喜んでいた。ふと気がついて横に目をやると誰かがいるのに気づいた。その人はさっき僕が拾った素敵なものを今の僕以上に必要としている人だということがわかった。惜しいような気もしたけど僕はそれをあげることにした。きっとまたこの先探していればもっと素敵なものが見つかるだろう。その人は何度もありがとうと嬉しそうに僕に笑ってくれた。また僕はとても素敵なものを拾った。ふと気がついて横に目をやるとまた誰かがいるのに気づいた。その人もさっき僕が拾った素敵なものを今の僕以上に必要としている人だということがわかった。惜しいような気もしたけどまたそれをあげることにした。きっとまたこの先探していればもっと素敵なものが見つかるだろう。何よりも僕を見て嬉しそうに笑う顔が見えて嬉しかった。結局僕はそんなことを何度も繰り返し最後には何も見つけられないままここまで来た道を振り返ってみたら僕のあげたものでたくさんの人が幸せそうに笑っていて、それを見た時の気持ちが僕の探していたものだとわかった。今までで一番素敵なものを僕はとうとう拾うことができた。